これはバンドソーのブレードを4センチぐらいにカットしたものです。これをまあ焼き入れの少し入った鉄板ということになります。それでこれを使って木の縁に溝を切るビーディングプレーンというビーディングのカンナを作ってみたいと思います。ボール板に穴の径を拡大するドリルの刃を、普通のドリルの刃じゃなくて穴径を拡大するドリルの刃ですね。まあ、これはチェーンソーの刃を研ぐ砥石、細い軸に砥石がついたやつが売ってますけども、それでもいいんですけど、こういうふうにして刃を研ぎます。それでこれかなりもうできたところですけど、半円形のくぼみですね、ここで見えますでしょうか、半円形のくぼみを作りました。これで刃の方は準備完了です。これは先ほどボール板でここを半円形に、研いだバンドソーのブレードですね。これをこういう木にスリットを入れてこちらからボルトで押せるようにしてます。でここにこれを取り付けてビーディングプレーンとして使います。このネジを刃の位置を決めてこのネジを締めます。これで固定されました。これを使ってこれから木の縁に溝を切りたいと思います。それでは削っていきます。この木はレッドオークですね。このカンナの刃を面を木に当ててこう押すだけですね。刃をこうじゃなくて少し傾けた方がよく切れますね。大体刃の形と同じように丸くなってきました。これでほぼ終わりという終わりに近づきましたね。はい、これで OK だと思います。これは今削った木とは別ですけども、ここに丸いビードが、できています。簡単なカンナー刃ですけども、そこそこ使えるということです。それで何回か使うとやっぱり切れなくなるので、砥石でまたエッジを研ぐ必要がありますね。そうすれば
まあ、新しく作業を始める会社にするにあたっては、刃をまず研いで、まあ、刃は、バンドソーの、古いバンドソーの切れ端ですので、刃が減っていっても、問題ありません。ベリタスの、こういうビーディングプレーンなんかは、カンナの刃が研ぎにくいですね。まあ、どうやって研ぐのかですけども、刃の形が変わってしまうと困るんですけども、まあ、このカンナの場合は、刃の形が変わるほど、まあ、になれば、新たに刃を作ればいいだけなので、まあ、安くできると思います。最後までご覧になっていただきありがとうございました。